はい、こんにちは、イレキュンです。ということでして、これね、昨日の深夜出したんですが、ムトッツのキャラはレベル80以上上がらないんじゃないかと言われてきたんですが、いやいやいや、そんなことないと。ムトツでもレベル81になってる画像とかがインターネットにね、めちゃくちゃ出回ってるので、今日僕今からレベル81にシンクロデバイスさせます。本当にレベル81になるのか、いやいや80でそっから上がらないとかね。で、もしレベル81になっても中身のステータスは上がってないとかね。もしくはレベル80にしたら上がる数値が少ないとか、そこら辺を検証したいと思います。このディーゼルをレベル81にすることで、すでにシンクロさせてる、ギロチンとグレンがいるんですよね。で、ギロチンは1凸してるので、レベル81に普通になれると思います。で、グレンは無凸です。下調べとして、ギロチンとグレンの攻撃力の上がり方を調べといたんですが、ギロチンは1レベル上がるごとに、グレンからいきますか。グレンは1レベル上がるごとに、60攻撃力が上がってました。で、ギロチンの方は1レベル上がるごとに攻撃力が61。まあ、それは、キャラによって違うんじゃないかと思います。で、レベル81に上がるときは、ちょっと、数値が大きくなるみたいなんですよね。例えば、グレンが200ぐらい上がるとしたら、ギロチンは多分、201か、60のだいたい 3.3 倍ぐらいなので、204前後になるかと思われます。はい。ギロチンの攻撃力は4516。そして、グレンの攻撃力は4799です。はい、それでは行きますね。大丈夫、行きますよ、ドンと。はい、これで、ギロチンは間違いなくレベル81にシンクロされていると思います。はい、グレンはレベル80になっているのかと言いますと、ドン、右上ですね。やっぱりグレンもレベル81になっています。とりあえずレベルは超えてます。問題は中身ですよね。ステータスが上がってないとか、補正がかかってあんまり上がってないとか、そこをねちょっと見ていきましょうか。はい、それではまずギロチンの攻撃力から見ていきましょうか。4516が4737ということで221上がってます。ですので、グレンが220上がっている、もしくは60の 3.5 倍、3倍、4倍ぐらい攻撃力が上がってますので、216、17ぐらいの可能性もあると思います。まあ、これが、グレンが無凸なので、100とか150しか上がってないなら、ちょっとやばいかもしれません。はい。216から220ぐらい上がっていれば、補正はかかっていないのではないでしょうか。はい、それでは無凸のグレンの方を見ていきましょう。ドンということで、右上ですね。はい、いくつですか、攻撃力が。5016。先ほどのレベル80の時は4799でしたので、217。グレンは攻撃力が上がっております。ということは、これ、グレン無凸でも普通にステータス上がってんじゃないの？さっき2216から220って言いましたよね。ギロチンは、1回で61上がって、グレンは、60上がりました。でも今回は攻撃力が60ぐらいじゃなくて、一気にその4倍ぐらいの220ぐらい上がってます。ですので、レベル81に上がるときは攻撃力の上がり方が普段の4倍ですので、このグレンはギロチンより、マイナス4で合っているんじゃないですかね。217ですね。もう一回言います。
ギロチンは221上がりました。グレンは217上がっております。その差は 4なので、これ多分補正かかっていないと思います。はい、ということでして、すべてのデータを考慮したわけではないので、本当に上がっているかね、補正かかって低くなっているんじゃないか、ちょっとわからないんですが、僕の、今回の検証では、無凸でも普通に81を超えて、ステータスもしっかり上がっているということがわかりました。もちろんこの無凸のグレンが、もうちょっと上で補正がかかるとかね、レベルが90で止まる、100で止まる、ちょっとわからないんですが、とりあえずはこの無凸グレンを育成していこうと思います。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。